ドナルド・アービド・ネルソン通称、ドン・ネルソンは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手であり、NBA のゴールデン・ステート・ウォーリアーズのヘッドコーチなどを務めた。選手自体は、ボストン・セルティックスの1960年代後半から70年代前半の優勝時のメンバーの一人であり、コーチとしては、ミルウォーキーバックスの80年代の黄金期を作り出すなど実績を残している。 また、最初にポイントフォーワードの概念を導入したことでも有名である。アメリカ合衆国ミシガン州、マスケガン出身。バスケットボール指導者、ドニー・ネルソンの父親である。1992年、バスケットボール殿堂入りを果たしている。1962年アイオワ大学時代ネルソンは、アイオワ大学時代から頭角を表した。カレッジ時代の成績は、 ゲーム平均21.1ポイント10.9リバウンドをマークしている。NBA は1962年の NBA ドラフトの3巡目でシカゴ・ゼファーズに指名され入団する。1964年にはロサンゼルス・レイカーズに売られて移籍する。レイカーズでは2年間プレーをし、1966年より1976年に引退するまで、 ボストンセルティックスに在籍した。セルティックスのメンバーとして1965から66、1967から68、1968から69、1973から74、1975から76、シーズンの5度の NBA チャンピオンシップ制覇を経験している。引退後、ネルソンは1976年から、 ミルウォーキーバックスにゼネラルマネージャー兼ヘッドコーチとして着任する。バックスはネルソン式の下ポイントフォワードのシステムを導入した攻撃的なチームとなりプレイオフの常連となる。1987年に辞任するまでの11シーズンで50勝以上勝利を挙げたシーズンは7シーズン NBA 最優秀コーチ賞を2度受賞している。一年間休養を取った後、 1988年から1995年までゴールデンステート・ウォリアーズのヘッドコーチを務めた。この時のアシスタントコーチには、後に最優秀コーチ賞を3度受賞しているグレッグ・ポポビッチがいた。1994年にはアメリカ代表チームのヘッドコーチを任され、トロントで行われた世界選手権で優勝まで導いた。 1995年からニューヨークニックスのヘッドコーチに就任するがシーズン中に解任されている。1997年からはダラス・マーベリックスのゼネラルマネージャー兼ヘッドコーチに就任する。スティーブ・ナッシュ、ダーク・ノビツキーを擁しマーベリックスは2000年代前半プレイオフの常連となるが NBA チャンピオンシップ優勝までは手が届かなかった。2005年に マーベリックスのヘッドコーチをエイブリー・ジョンソンに譲り、1年間休養した後の2006年から2010年まで、ウォリアーズのヘッドコーチに就任している。1996年に NBA の史上最も偉大なコーチ10人の1人に選出されている。ネルソンは、ランガンと呼ばれる、速攻主体のアップテンポな攻撃的なスタイルを用いる。そのため、所属チームの選手に、 偏りが見られるが、攻撃的なチームを作る上で、彼の右に出る者はいないと言われている。また NBA に馴染める無名の選手や欧州などの、海外出身選手を見つけその才能を開花させる、手腕にもたけている。彼が指導したシャルーナス・マルチル・リオニス、ラトレル・スプリーウェル、スティーブ・ナッシュ、ダーク・ノビツキーなどは、ネルソンの指導によって、スター選手になったと言っても、過言ではない。 また奇策を用いることでも有名。対戦相手にフリースローの苦手な選手がいると恋に、ファウルをし、フリースローを与え、その選手が外す、可能性にかける作戦を用いた。デニスロットマンや、シャキーローニール相手にこの戦術を多用した。プレイ期間と通算成績得点、リバウンド、アシストの成績は、下記の通りである。 主な受賞トピックス FG 成功率リーダー、1回在籍チームと、通算成績10シーズン総計から1190勝880敗、主な受賞トピックス NBA 最優秀コーチ賞、3回、NBA トップ10位大なコーチ、1996年、バスケットボールホールオブフェーム、ダンネルソンインダクテッド、M、mercurynews.com。R C U R y N e w 2012年3月28日閲覧。basketbal-reference.com l ダンネルソンスタティスティより引用。February27-2007-basketbal-reference.com l ダンネルソンコーチングレコードより引用。February27-2007 ありがとうございます。